召喚士ユーナとガード衆よ、早々に去れ。ロンゾが守護するガガゼとはエボンの聖なる山、教えに背いた反逆者にはオン山の土は踏ませない。エボンの敵はロンゾの敵、帰れ反逆者。私はジーンを捨てました。もうジーンの命令には従いません。その言葉、取り返しがつかぬぞ。構いません、ジーンは教えを歪め、スピラを裏切っています。裏で小細工ばっかしやがってよ。そうだ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 、未練はありません。言わせておけば。召喚士とガードともあろうものが。お言葉ですが、ケルクロンゾ様、あなたもベベルを離れたのではありませんか。それでも山を守るのは一族の誇りのため。ユーナも同じだ。ケルク大老、こいつらヴィランが八つ先にしてくれよ。一人も逃がさん。ええ、逃げません。戦って旅を続けます。反逆者の汚名を着せられてなお真に挑むというか、寺院に背き民に憎まれても旅を続けるというか、そこまでして戦うのは何故か。スピラが好きです。ナギ節を待つ人たちに私ができる贈り物、たった一つの贈り物、それはシンを倒すこと、それだけです。己を犠牲にしても。者ども、道を開け。召喚士ユーナよ、汝の思いは鋼より固い。ロンゾの強者が束になろうと汝の意志は曲がらぬであろう。まこと見事な覚悟である。行くがよい。霊峰ガガゼとは汝らを受け入れようぞ。ありがとうございます。決定的だな。何がさ。エボンは揺れている。まだマイカが抑えているが、遠からず崩壊が始まるだろう。そういうの俺どうでもいいな。お前はスピラのものではないからな。純粋に教えを信じていた者にとっては苦しい時代が始まるかもしれん。10年前もここでガガゼトを見上げたものだ。親父はどうしてた。覚えていない。どうやってブラスカを死なせないようにするか、俺はそればかり考えていた。ガードとしてできることは残り少ないぞ。ユーナ、強くなったわね。強いのかな。すごく必死になってる。そんな気しないか。だから強いのよ、あの子は。ちゃんと前に進んでる。弱い人が必死になっても自分を追い詰めて壊すだけ。ちゃんと前に進めるのは強いからよ。ユーナは、私、山登りの準備お願いね。山の首痛くなってくんな。この向こうがザナルカンドか。ああ、お前の故郷だ。
信じてないくせに。今は違うさ。そりゃ山の向こうにあるのは遺跡かもしれねえけど、それとは別にお前のザナルカンドがどっかにある、きっと。な、なに、そのうち帰れるってだと、いいな。ほら、元気ねえな。ま、閉まってくぞ。ちゃんと準備しとけよ。山に入ったら補給はできねえぞ。なんか思いついた？私焦っちゃって、なんかダメだよ。あと少しだね。あと少し。ヴィランと円形が消えた。なんか企んでそうだよな。まあ大丈夫だって。ヴィランはロンゾ一の勇士、円形も侮れない強者だ。ああ確かにごっついよな。それでも決まりは勝たねばならない。霊峰ガガゼと決まりも初めて登る。召喚師ユーナの言葉、一つ一つ胸に響いた。声も体も小さくとも、その志はガガゼトの頂まで届くであろう。まだ邪魔するってのかよ。召喚師は通す、ガードも通す、決まりは通さない。決まりはロンゾの面汚し、ロンゾの使命を捨てた者。一族を捨て、御山も捨てた小さいロンゾ、弱いロンゾ。御山は弱く小さいものを嫌う。登りたければ力を示せばいいのだな。勝てると思うか。誰が決まりの角を折ったか忘れてはいまい。決まりは一度もヴィラン体系に勝てなかった。今度は勝つ、勝つと決めた。こんな、ロンゾの問題だってのかよ。決まりの問題だ。ヴィランが八つ先にしてくれよ。角なし、角なし。惜しかったな。
が調子に乗るな。強くなったな、キマリ。ヴィランは嬉しいぞ。霊峰ガガゼトよ、ヴィランを任した強者の栄えある名前を伝えよう。と覚えよ、ガガゼトよ。その名は決まりロンゾなり。本山は決まりの強さを知った。決まりを受け入れるだろう。召喚師寺院からの手は我らロンゾが食い止める。本当ですか？昔決まりの角を折った償いだ。召喚師の後ろから来る敵は我らが倒す。ユーナの前に立つ敵は決まりが倒す。お前ほど恵まれた召喚師はいない。ありがとうございます。お前の像ができたらロンゾが磨いてやる。はい、でも私は反逆者ですから、きっと像は作ってもらえません。ならばロンゾが作る。立派な角をつけてやる。はい、お願いします。俺もユーナの像を見上げたいと思った。ユーナと一緒にさ。召喚師ユーナ、しつこいっつーの。
前を思い出すな。ここで力尽きた召喚士やガードたちの墓標よ。やあ、ユーナ。元気かい？このスフィアを見るとき、お前はいくつになっているかな。きっと母さんによく似て綺麗になったろう。せめて一目でも。ああ、そうそう。ジェクトやアーロンもみんな元気だ。父さんたちはとても愉快に旅しているよ。もちろん楽な道じゃないが、後悔はしていない。なぜって、これこそが父さんの道だからね。だから
ユーナも大きくなって自分の道を見つけたら、やるべきことをやりたいように頑張ってみなさい。そうすればどんなことでもきっとうまくいくさ。いいかい、ユーナ。ユーナの未来を作るのはユーナなんだ。思い通りに生きてごらん。それがどんな道であろうと父さんは応援するぞ。父さんはいつもお前と一緒にいるよ。この山で命を落とした召喚士は異界送りされないのよ。なんで？別の召喚士がいないと誰も送れないでしょ。ってことは、何人かは魔物になってこの辺りにいてもおかしくない。ユーナは大丈夫だけどな。そうね。はじめまして、ユーナ様。僕、ワンツって言います。今まで何度か会ってますよね。今日は逃げないのか？うん。兄さんの代わりにちゃんと仕事しないとね。旅の商人23代目大赤屋、知ってるよね。お前、あいつの弟？うん。兄さん、ユーナ様を助けに来たがっていたけど、反逆者に協力した罪でジンに捕まったんだ。俺たちのせいか。でも兄さんは後悔してない。だって捕まる前に言ってたしね。自分の代わりにユーナ様を助けてくれって。どうしてそんなによくしてくれるんですか？それはほら、そんなことを気にしてる場合じゃないだろ。僕の仕事やらせてよ。大赤屋よろしく。Thank you.
お兄さんのご無事祈ってます。ユーナ様こそお気をつけて。はい。ここまで来て倒れるのは悔しかったでしょう。魔法フレア、じゃあな。